りかっこいいんやけど。この人が俺に負けたら王さんの写真もらう。極め上げる。まあゴンザレスプレゼントでーす。あのアーティスト総選挙またやろうぜコナミな。あれめっちゃ良かったよ。TS 和田さん当たりました。いや和田さんいいんやけど、ライドラに和田がライドラじゃなかったら誰がライドラかやんかなんとか言ってますが、あーそっか、長川さんをベンチから外す、それや。いや高津は極みにしていいかもな。でも伊藤さんも極みにしていいよな。この2人マジ強いんよね普通にな。でもなんか戸塚コーチ使ってピッチャー極みにするかって言われたら謎やけどな。でもそれぐらい強いねやっぱね。あの俺が一番好きなピッチャー、ほんともう何も考えんで適当に投げて強い、それが高津。もうなんかシンカー適当に投げていい、あと高速シンカー投げん方がいい。高津はでけえシンカーを適当に投げとったらいい。であと伊藤さんはもう普通にもう強い。わあこの人の王さんの写真かっこいい。見てバリかっこいいんやけど。この試合勝ったら俺にちょうだい。それ仮にこの試合俺が負けたらゴンザレスあげるけん、投下交換でしょ。この人が俺に負けたら王さんの写真もらう、で俺が負けたら俺のショートのゴンザレス極めあげる。いいバランスやろ。だって俺は写真だけでいいって言うとばい、俺はゴンザレスをあげるって言うとばい、極みが1人増えるか写真が1枚減るかばい、全然よろしい。でででんでででん、でででんでででん、しかも俺の最新スピリッツのゴンザレスばい、みんなが喉から手が出るほど欲しい最新スピリッツゴンザレス。アストロズ時代打率3割ホームラン15本、そんなレジェンド選手いるでしょう。でーんで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 ん、アウトか。ちょっと待って、名古屋ドーム変わった、背景っていうか名古屋変わった。これ絶対俺には分かるよ、ランクしこたまやりよるっちゃけん、そんぐらい分かるよ。名古屋変わった背景、俺には分かるよ。ランク配信やばい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 、でんでれねんでれれれれでねでねでねでんでれでん、なごとガラスが見えるようになっとる。これガチ、あそこのねバックスクリーンのね、いいで。いやーゲッツや。俺のゴンザレスはアストロズ時代のゴンザレスばい。あこういうツイートラー秋広さんね。てか巨人純正やんお相手。俺これゴンザレスで決めたいわ。今日の趣旨変わっとるけどさ、
うまっ。ギータか新井さんが出たらゴンザレスでサヨナラホームラン行こうかな。この人とこの人と交換するし。でこれ新井さん繋いだらさ、まあ、コンちゃんのとこで代打でいいや。ゲッツだけでなしよマジで。ごめん。あ、何今の。ああこの人にゴンザレス使ってゴンザレスあげようと思ったのに、まあゴンザレスプレゼントでーす。はい、この人の王さんの写真俺がもらいます。でこの人の王さんの写真をゴンザレスに変えます。ありがとうございます。まあね、村上くんは投票でアーティストになったけどさ、あんなのもいずれアーティストになるの確定しとったやんかやんな。あれもう一回やってほしいな。今度カブレラローズ松中でやろうぜ。この中で誰がアーティストにしたいか。別にそれやったらもう誰でもよくない？カブレラアーティストでもいいし、ローズアーティストでもいいし、てかもう全員アーティストのセロやん。それやったら中田大将、村上、あと一人誰やったっけ。あれ絶対村上くんアーティスト戦法が良かった。あれ絶対中田翔アーティストにするべきやったっちゃん。だって村上くん今後アーティストになるの確定しょったやんね。あれ中田翔に投票するべきやったな。ちょっとツイッターでさ呼びかけて、村上ともう一人はアーティストになる可能性高いけん、ここみんなで協力して中田翔に入れましょうっつって、中田翔に入れましょう。あれ絶対 ミスったね俺らな、村上に入れたの。飛びすぎ飛びすぎ。カブレラはオリックス版だとアーティストありえる。まあありえるんじゃない。だって西武森友やパーヒやろ、オリックス森友やラインドライブやろ、オリックスカブレラアーティストばい。マジでオリックス査定班のさじ加減じゃない。いややっぱあの時中田翔に入れるべきやったっちゃんなアーティストな。そしたらコナミは一生村上をパーヒーにしとったかもしれん。あぶねえ、そういうからくりがあったん。怖っ。よかった村上くんで。恐ろしい。あそこで村上に投票せんかったらあのまま村上はずっとパワー飛行格やったんや。恐ろしい。えぐ。そういう世界線もあったんやな。危ねえな。今のプロ野球でアーティストに一番近い選手、誰やろうな。笹川じゃない？笹川はいずれアジストになるわ。あれ、うわ、ポランコアジストになったら神なんやけどなマジで。いや、里出るアーティストの素材というかアーティストに将来なる逸材ではあるやろ。あのメットライフのホームラン3発強烈なインパクトあったけどな。あの里出るが今おらんけんね。でそのレイエスって人さ、一時期2軍おったろ。最近バケモンになった。レイエスは最初ちょろっと出て2軍に落とされて帰ってきたらバケモンになった。でもあれじゃないと、楽天とかがアーティスト少ないのってもうアーティストっぽい人がおらんけんじゃないと。しかも OB の選手で出るってなってもやっぱ楽天って浅いけんさ、まだ他の球団に比べたらね。
っぱだけアーティストの候補がやっぱどうしても下がるよな、楽天とかな。だけまあこれからね、楽天で、まあ、それこそホームランバッターが出てきたらアーティストになるかもしれんけど、過去から掘り漁ってアーティストになるとかはないんじゃない。もうそれもしょうがなくない。あだけんそれこそ中村のり楽天バージョンとか、もうそこら辺にかけるしかないね。でもなんかアーティストっぽくない人をさ、なんか無理くりアーティストにしたら意味わからんけんさ、もうだけんしょうがないよね、それはね。中村のり楽天で登場させたアーティストに無理くりしてしかねえかもな。てかもうアーティストが登場しろとかじゃなくて、アーティストが強く、てかもうアーティスト同行じゃなくて、あのパワーヒーをどうにかすれば済むくない、そんなの。パワーヒーをどうにかしたらさ、別にアーティストが少ない球団でもさ、パワーヒッターがおれば活躍できたらそれでよくない。だけど結局アーティストが増えるんじゃなくて、パワーヒーを強くしろって話。